家庭菜園ライフ。杉並区で菜園をやってる高橋です。今日は6月にやるべきナスのお世話と、ナスをたくさん植えている時の効率のいい誘引方法をご紹介いたします。6月になるとナスは追肥やですね、誘引などのお世話が増えてきます。初めて栽培される方は仕立てや誘引作業はちょっと難しいかもしれませんが、今回はたくさん植えている方には効率が良く、少量の方でもやりやすい誘引の方法をご紹介いたします。その他6月にやるべきお世話のポイントなどもご紹介していきます。最後に質問にもお答えします。それではやってみましょう。それでは6月はナスにとってどんな時期なのかご紹介していきます。主に誘引したて、追肥などが重要になってきます。植えたナスが、いよいよ大きくなってきますので、支柱の仕立てや誘引の作業をすることが重要です。また植えて、1ヶ月ほど経ちますので、茎なども、太くなってきます。実ができる状態に近くなってきますので、追肥も必要になってきます。これからの時期に注意したいのが梅雨の雨です。雨の影響で病気になったり根腐れが発生したりなどと注意が必要です。こちらのナスはですね、定植してから約1ヶ月が経ちますが、ご覧のようにですね、茎も葉もしっかりしてですね、しっかりと今成長にしているような状況です。でなおかつ葉と葉、茎の間から脇芽が今どんどん出てる状態です。これをですね、しばらくすると枝を選んで、脇芽を選んで3本仕立ての方に持っていきたいと思っています。それでは6月のナスの栽培のポイントからご紹介していきます。まず1つ目が芽かきの作業です。先ほどもご紹介しましたが、芽かきを行い3本仕立てにしていく枝を選びます。こちらをご覧になってください。下の方の脇芽ですね、こういうふうな脇芽はすべてカットしていきます。こちらの方にですね、小さいですけれども、一番最初に出てくる花、これが実になっていきます。これのすぐ真下の脇芽、まだ小さいですけれども、この脇芽とそのさらに1個下のこの脇芽、それと主軸のこの3本を残して3本仕立てにしていきたいと思います。この芽かき作業が重要になってきます。芽かきをちゃんと行わないデメリットとして、実が硬くなったり実が大きくならなかったり、葉っぱも繁茂してしまいますので、光合成もうまくできずに、最悪の場合病害虫の被害にも遭いやすくなってしまいます。ということで、小さいうちに芽かきは進めていきましょう。2つ目が追肥です。約1ヶ月ほど経過しますので、追肥作業を始めていきましょう。その後は月に1回程度の追肥を行いますが、ナスを長く収穫するためにはぜひこの追肥作業を定期的に行うようにしてください。こちらのナスで追肥の位置を確認していきましょう。株元から約20センチ離れた両サイドに肥料を入れます。肥料は鶏糞を約 20cc、土の中に鶏糞を入れて水をかけて完了します。2回目も場所的には同じで構いません。同じ場所に鶏糞を約 20cc 入れて、土をかぶせて上路で水をかけるようにします。このナスに、実際に追肥してみましょう。根元から約20センチぐらいのところをですね、この一色ごてで1回刺します。これを傾けます。そうしますと土の中にですね、隙間ができます。ここに鶏糞を約 20cc ですね、取ってこれを流し込みます。でここに上路で水を流し込んだ後は、これを抜いてですね、で土で蓋をします。これを両サイドにやります。では続いての作業としては、本題の仕立て作業をやっていきましょう。3本仕立てがナスの栽培では基本ですが、少しやり方が難しかったり、たくさん植えてる方は少し面倒な場合があります。ということで、今回は簡単にできて効率がいい方法をご紹介していきます。こちらをご覧ください。このように紐を使った誘引仕立て方法です。こちらマイカ線というものを使っています。どういう資材かというとですね、ビニールハウスとかですね、農業用、一般に使われる締結用の紐になります。非常に丈夫でですね、軽くて、でなおかつコスト的にも価格的にもそれほど高くない、非常に便利なものです。もしこういうものが入手しにくいようでしたらば、ごく普通のナイロンロープでも構いませんし、一般的なものでよろしいと思います。麻紐と天然素材のものですと、比較的早くですね、劣化してしまって切れてしまいますので、できるだけ樹脂製のもの、もしくは金属線を樹脂でコーティングしたようなものなんかを使われるといいと思います。
ます。このように支柱を立てて、このように毎花線を伸ばしていきます。そこにナスを誘引していくという方法です。では実際にどうやってるか見ていきましょう。このように端に支柱を立てたら、毎花線を固定していきます。ただこの時にですね、毎花線をただ締結してもいいのですが、比較的やりやすい方法としてはですね、このようにテンションをですね張った状態でもうパッカーで止めてしまうと。そうするとわざわざ結んでる時にこの紐が緩むっていう心配はありません。これがもうピンと張った状態でこれを結ぶとなると、結び終わった時にたるんでしまうことは時々ありますけれども、パッカーのいい点はですね、グッともテンションをかけた状態で簡単に締結することで、それがあのパッカーのメリットになります。でご覧のようにテンションもしっかり張ってますので、非常にあのやりやすい方法です。あとは麻紐でこのようにナスを誘引していきます。ナスの数が多くても支柱と紐、あとパッカーだけで仕立てていくことができますので、比較的楽に仕立てることができます。数本の株を栽培している方でもやってみてください。じゃあ続いて、3本仕立てにするときにはどうしたらいいのかっていうのをご説明いたします。支柱に這わせる場合にはですね、角度などが少し難しく、なおかつ株元に刺す位置が少し難しかったりします。支柱の本数もたくさん育てている場合には必要になってきますので、栽培後に片付けるのも少し大変です。ということで、先ほどの毎花線を利用した方法で簡単に仕立てる方法をご紹介いたします。こちらの毎花線を結んである支柱の隣に、このように X 字型で支柱を刺します。これを両端にやってください。あとは毎花線の伸ばし方は同じで、このように毎花線を引っ張り、パッカーなどで止めて伸ばしていきます。それで伸びてきた枝をですね、この毎花線に誘引してください。そうしますと比較的支柱も少なく済みますし、枝の角度に気をつけて支柱を刺さなくても大丈夫です。さらに枝が伸びてきた時には、もう一段毎花線の増やしていただくということも構いません。これを両サイドにかけていただければ3本仕立ての仕掛けができます。それでは質問コーナーです。こちらのトマトの茎が、折れてしまった時の動画についてコメントをいただきました。根元から完全に折れてしまいました、どうやったら復活させることができますか、というコメントです。完全に折れてしまった場合は、折れてしまった方の茎を水につけて発根させる、要は根っこを出させるという方法があります。珍しい苗などを育てている場合には、この方法でぜひトライしてみてください。植え替えてもいいよっていう場合は、ホームセンターで大きな株を購入して植え替えていただくのが一番いいと思います。やってみてください。今日は6月のナスのお世話と効率のいい誘引仕立て方法をご紹介いたしました。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた。